おじさんは神田の生まれるちゃきちゃけどっこ祭り騒ぎが大好きでねじり鉢巻き揃いの浴衣雨が降ろうが槍が降ろうが朝から晩までおみこし担いでわっしゃい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 ケーキをつけろ塩巻いておくれわっしゃい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 おじさんおじさん大変だどっかで反射が鳴っている鍵は近いよすりなんだ何を言ってもわっしょいしょい何を聞いてもわっしょいしょいわっ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 しょいそれそれそれお祭りだおばさんは浅草育ちでちょっぴり美人でお祭り騒ぎが大好きで引きなすわるしに絞りの浴衣雨が降ろうが槍が降ろうが朝から晩まで岡村見物ピーキャラピーキャラテンツクテンツクおかめと鬼がはんにゃとひょっとこがピーキャラピーキャラテンツクテンツクおばさんおばさん大変だおうちは留守だよ空っぽだこっそり空き巣が狙ってる何を言ってもピーキャラキャ何を聞いてもテンツクツピーキャラピーキャラテンツクテンツクそれそれそれお祭りだお島さん、もう若旦那若旦那と呼ぶのはよしてくんな。今のおいらは檜屋の若旦那でも仙太郎でもあれやしない。追っ手の目をくらます十蔵一座の旅役者。見よう見まねのにわか役者なの。
化けの皮を剥がされずにここまで逃げおせたな。おしまさん、みんなお前さんのおかげだよ。渡り鳥さえ一緒に飛べる、連れがなければ辛かろうに、口でけなして心で褒めて、惜しませんだろう旅おしま。お前の真心は誰よりもおいらが一番身に染みている。口には出して言わねえが、心の中じゃいつだって手を合わせて礼を言ってるんだ。こんなに苦しい思いをしながらどうしておいらに尽くしてくれるのかと不思議に思う時もある。だが故郷へ帰ってヒノキ屋の看板をあげたら、その時はおしま、旅芸人の足を洗っておいらの世話女房に。人の心とわらじの紐は
けばことさえない。幸せ
せ伊豆子大阪城thank you.
しまして会えなきゃなおさらに知らぬふりするはず。